女性を待たせるなんて、いい身分ね。おかしな話よね。ずっと復讐のために生きてきたのに、こうしてのどかな景色の中に、あなた。それを悪くないと思っているのだな。ほんと、おかしな話だわ。子守歌をご所望ですか。子を育み、種を時代へつなげることこそ人の営みであると思うのです。当然オールドワンであるこの身では経験できないことですが、子供たちの成長を手助けする保育士であれば、その一端を担うこともできるのでしょうか。お兄さん。ずっと。短冊に願い事を書くなんて。お前が歩み出すな。Heh
しよし、いいかいいか。私はこれまでみんなに支えてもらったし、お世話だっていっぱいしてもらった。だからこれからは私も誰かを支えて、みんなにしてもらった分をお返ししたいって、そう思うの。先ほどからルーレット。